気持ち悪いやつなのよ。あんな顔して一日中女の子ばっかり見てるのよ。そうそう、君は僕を愛しているだなんて迫ってくるしさ。ほんと不気味なやつだから。武器田、本名は木田文雄だけど、あいつは武器田。武器田に好きになられたら人生終わりよ。僕の永遠の恋人なんだね。He was full of laughter and fun and always fond of little jokes. One day, his aunt said to him, "Hey boy, I want you to paint the fence in front of the house.It's quite dirty, and it needs a new coat of paint." Mitsuketayo. So na no yo. So shitara me to me ga atchatte sa. Demo kumai mono mita sa tte iu no ka. Tsui tsui aitsu no koto michau no yo ne. Wakaru wakaru sono kimochi.それじゃあね、マツコ。バイ。さよなら。バイ。あら。あら、四つ葉のクローバー。珍しい。僕、マツコさんのために一生懸命集めたんだ。武器田？困るのよね、こんなことされちゃ。なんなのよこれ、四つ葉のクローバーなんて最悪。嘘だ。嘘だ。マツコさんは自分の心に嘘ついてる。本当はこの僕を好きなくせに。何バカなこと言ってんのよ。私が、あんたみたいに不潔っぽいやつ好きになるわけないじゃない。じゃあ、清潔にすればいいんだね。そういうことじゃなくて。これが僕の愛の証。それを僕だと思って、ずっと大切に持ってて。忘れないで、マツコさん。僕は死んでも、死んでも君を愛し続けるぞ。何言ってんの、あいつ。これ、待ちなさいよ。あ、さっき落とした時。事故だぞ。拷問の前らしいぞ。武器田がトラックに巻き込まれたぞ。頭が割れてすげえぞ。こう言っちゃなんだけどさ、武器田が死んでくれて訂正したわ。こんなものプレゼントして。だろう、マツコさん。ああ！
マツコさん。私の前に現れない。マツコさん、君が呪文をかけてくれたおかげだよ。生きた人間が好きだって、マツコさんの愛で僕生き返ったんだ。死んでしまったの。なぜ？すみません、こっちにハンカチ飛んできませんでしたか？あのレースのとっても可愛いハンカチなんですけど。すみません、うっかり使ってしまって。鼻水でベトベト。いいんです、そのまま使ってください。よかったらそれじゃあ。チョコ見つかった？ううん、もういいの。チョコさん見つけたよ。女の子はみんな気まぐれな蝶なんだ。ちょっと目を離すとすぐに飛んでってしまう。だからあのさ、蝶子ってば男って言うと誰でも愛想いいけど、いい加減にしないとひどい目に遭うよ。だってついっていうかさ。じゃあここでね。ちょっとチョーコ。
カゴの中に閉じ込められて…どうして…無理もないよ。もう一週間以上も眠ったままだったんだから。一週間って…さあ、温かな食事をして元気を出して、チョーコさん。食事？ブキタ！やめてよ！私に近寄らないで！チョーコさん！助けて！助けて！離して！どうしてそんな顔をするの？お願い、私を家に返して。どうしてあんなに優しい笑顔を僕にくれたのに。それは僕を愛してくれたんじゃなかったの？はい。誰があんたなんだ。チョコさん、どうしてこんなひどいこと。どんなに僕が愛しても気まぐれにすぐ飛び去ってしまう。だからカゴの中に入れておいたのに。だから羽があるから行けないんだ。ここは…逃げなきゃ。体が動かない。壁に止められて、まるで今の私みたいに。あれは私の蝶の髪飾り。あの蝶は私…逃げるのよ、ここから。逃げるのよ、武器だから。私の蝶々が飛んでる。私の手が動く。何よ、あんなやつ。ちょっと微笑みかけたくらいで勘違いしてさ。もうよ、私は自由なのよ。私は自由な蝶なのよ。ダメだよ、君はもう。そんな傷ついた羽でもう飛ぶことなんてできないのに。だから守ってあげたかったのに。なのにどうして、チョコさん。私は蝶。
私はどこへでも飛んで行ける。どうして受け取ってくれないんだ、僕の愛を。どうしてなんだ。君は自画像しか描かないのかい。君には他人を愛せないってことなのかい。それどういうこと。他のものを愛せない、そんな情熱のない絵が人を感動させられるだろうか。失礼ね。私の絵に対する情熱を知りもしないくせに、あんたこそ何をいきなり。君にも他人を愛せるっていうのかい。あ、愛せるわ、絵の中なら。それが絵のモチーフであるなら。それがたとえそれが僕でもかい。武器だ。もちろんよ。気分転換に外で描いてくるわ。忘れないで、絵の中の僕なら愛せるって言ったことを。あのまま二人で部屋にいたら何されるか分かったもんじゃないわ。絵への情熱ならあるけど、愛なんか誰が。リサさん、動かないで、うまく描けないから。ブキタ、ここどうして。私どうしてって、ここは僕の絵の中だからさ。僕の絵の中の君だからさ。僕が魂を込めて描いた絵の中の君。まさか知らなかったのかい。魂のある芸術は現実を引き寄せるって。そして僕は君との愛を描き続ける。絵の中で君と僕が結ばれるまで。いやリサさん、何を。教えてあげるわ、憎しみも情熱になるってこと。どうして。絵の通りに、切り裂いた絵の通りに。私の絵が現実に、こんなことって。
情熱がありすぎて。話して話してよ。すぐにカッとなるのが欠点だね。話してったら。リサさん、リサさん、続きを書こう。私のせいじゃない、絵のせいよ。でも絵が現実を呼び寄せるなんて。二人の愛の姿を絵の中に。いやよ。いや、あなたとの愛を書くくらいなら、私は永遠に一人で生きていくわ。永遠にあんたのその来れない場所で、永遠に私だけの場所で。これが僕。君はもう僕の手の届かないところへ行ってしまったんだね。永遠に手の届かないところへ。君が最後まで僕を描いてくれたおかげで僕はこうして生き返ったのに、リサさん。君はもう僕の絵を描くこともできない場所に行ってしまったんだね。そう絵にすることによって。何でもないことでも怖いと思うようになると、そこにはすでに魔物が存在するのです。魔物は小さな心の隙間を狙って、閉めておけばよかった、ちゃんと片付けて。それから魔物はずっとそこに住み着いているのです。うわ、なぜだ、なぜなんだ。どうしてみんな僕を愛してくれない。どうして僕の愛を受け入れてくれない。そうだ、きっと愛が足らなかったんだ、僕の愛が。ゆめ子ってほんと絵描くのうまいんだ。うまいね。私こういう風に漫画描いてる時が一番楽しいんだ。だって漫画の中の男の子は、あ、やーい、漫画の男に恋するなんてメガネ変えた方がいいんじゃないの。返して、それがないと私何も見えないのよ。やーい、撮ってみろよ。お願い返して、山瀬くん。
悪いんだからな、そいつが。だからユミコ男の子って大嫌いなの。乱暴で意地悪で無神経だし、柳瀬くんなんて大嫌いよ。これを大丈夫ですか。あなたは。僕は北、いや、ブキタとでも呼んでください。ブキタくん、面白いあだ名ね。見つけたよ。私はユメコ、ありがとう。通る道だけど、なんか別世界みたい。私、メガネないと何にも見えないから。かけたら君はがっかりするね。そんなことない。そんなこと、ゆめこさん、だって私にはわかるの、あなたの本当の優しさが。でも、もしあなたがメガネをかけない方がいいっていうのなら、私知ってますか。え、近視の人の目ってとっても綺麗だってこと。どうしたの、ブキタ君。ユメコ、最近ブキタとよく一緒にいるみたいだけどさ。私、あいつのクラスに聞いたんだけどさ、あのブキタに関わった女の子はみんな死んでるって噂よ。どうしてそんなこと言うの。ユメコ、早くメガネ直した方がいいよ。そうだよ、ちゃんとあいつの顔見れば。あの人のことそんな風に言わないで。あの人は、ユメコ、ユメコ、嘘よ、みんな嘘つき。ブキタ君のことあんな風に。ユメコさん、ユメコさん、ブキタ君、やっと見つけた、私の王子様。危ないよ、走ったら。ブキタ君、私もう嫌、こんな世界もう痛くない。私、ユメコさん、君が望むなら僕は君の核縁になるよ。君が望むなら僕は今すぐ君を夢の世界に連れてってあげる。ユメコ、ユメコ、
こんなところで何を？ここは誰にも邪魔されない二人だけの世界さ。ブキタ君は私が思っていた通りの姿なのね。そうだよ、ゆめこさん。君が望めばどんな姿にだってなれるんだ。ゆめこさん、僕は見つけたんだ、本当の恋人を。どうしたのゆめこさん、どうしたのゆめこさん。目が、はあ、私、浮きたく、見るな、ゆめこ、目を覚ませ。ほら、メガネだ。これで現実を見るんだ。現実を。そうだ、ほら、俺が壊しちゃったメガネだよ。やっと直してもらったんだよ、ゆめこ。僕たちに構うんじゃない。ブキタ、僕とゆめこさんの愛を邪魔するやつは許さない。何がゆめことの愛だ。お前なんかにゆめこを渡すか。俺たちの愛の邪魔をする権利があるのか。俺だってゆめこが、ゆめこのことが好きなんだ。そうだ、ずっと俺はゆめこのことが好きだったんだ。好きだと。いつもゆめこさんをいじめていたお前が好きだと。好きだから俺は。それがお前のゆめこさんへの愛か。そんな愛で心が埋まるものか。僕にはゆめこさんの愛が必要なんだ。この心を埋めてくれる愛が必要なんだ。何？お前、一体。僕にはこの空っぽの心を埋めてくれる愛が必要なんだよ。この穴の開いた心を埋めて。どうしたの？私を一人にしないで、お願い。振り向かないで、ゆめこさん。え？ゆめこさん、僕を愛しているよね、今も。痛いわ、ブキタ君。僕を愛してると言ってくれ。僕だけを愛していると。もちろん愛しているわ、ブキタ君がどんな姿をしていても。ゆめこさん、あなたへの愛は変わらない。あの時からずっと。あの時。そう。あの時から私の愛は変わらない。違う。え、柳瀬くん。あれは柳瀬くん。僕じゃない、僕じゃなかったんだ。梅子さんの心、最初から。
んだ、あいつのところへ。僕の気の変わらないうち。みんな消してやる。柳瀬くん、もう終わったのよ。終わった？もう何もかも、みんな、みんな、あいつは、ブキタはどこへ、あいつはいなかったのよ。え？最初からいなかったのよ、ブキタくんなんて。最初からどこにもいなかったのよ、あの人は。夢か。最初から。どこにいるんだ、この僕の心の穴を埋めてくれる恋人は。でもきっと見つけてみせるさ、僕の永遠の恋人。それでは今日は皆さんに転入生を紹介します。さあ早くいらっしゃいな。はい。木田文夫です。どうぞブキタと呼んでください。